旅の話をしよう。関連はずきとに魔術師アスファルトのコルチェノリ、この目で見た全て、この歌でこの声で記す。魔法さ信じるかい、自分がちっぽけだと思うかい。燃え盛る火山の中で惹かれずに歩く人がいた。こぼりつく大地の上を素足で歩く人がいた。私はどちらにもなれず、すぐにそこから逃げ出した。それをリュックサックと共に背負っている。嵐がまた来れば、雨はじき逆らうように声枯れし、生きてゆくのなら過ちも間違いではないぜ。これからもこの声で記す。